23区内で最大の広さを誇る練馬区のブルーベリー農園では、夏休み中のレジャースポットとして収穫を楽しむ家族連れでにぎわっています。一方、調布市では映画の街にちなんだ特撮の展示会が今月3日から始まり、人気を呼んでいます。都内で最も気温が高いと言われている練馬区、私の手元の温度計では41度を指しています。皆さん汗だくの中ブルーベリー狩りを楽しんでいらっしゃいますが、このブルーベリーの甘酸っぱい香りで暑さも忘れそうです。関東ローム層が広がる練馬区はブルーベリーの生育に適していて、畑のある練馬区の魅力をアピールしようと8年前から農園の整備を支援してきました。年々開園する農家が増え、今では28カ所となり、栽培面積は23区内最大の広さを誇ります。今回訪れたのはその一つ、浜中農園。100グラム200円で摘み放題で、水土日に開園しています。甘くて甘酸っぱかった。三鷹市なんですけど、隣で近いので車で来ました。子供でも取りやすいので借りやすいですし、その場で食べれるし、なんかちょうどいいかなっていう感じですね。例年になく木も大きくなりまして、実も大きくなったので、まあ皆さんが十分、満足いただけるような量も粒の大きさも取れる今年ですね。郊外の観光農園よりも交通の便が良く、足を運びやすいのも魅力の一つだということで、去年は2万人ほどが訪れました。ブルーベリー摘みは28の農園で来月上旬まで楽しめます。